国立国府記念館は台北市新岐区にある記念館。博物館としても分類される。名称の国府とは孫文のこと。11ヘクタールの敷地を持つ中山公園の中に建っている。なお、英語表記は孫文が欧米では別号、一線の関東語ローマ字表記であるサイヤット戦で知られていることによる。1866年生まれの孫文の生誕100年を 記念して建設されたもの。1968年に着工し、1972年5月に竣工した。設計は大工建築士事務所の大台、思考は竹市制建設であった。30.4メートルの高さを持つ、この記念館は中国の寺院風の外観を持ち、南に構えられた正面入り口の日差しは大きく沿っている。カブトムシの角のようと例えられる。 このひさしの反りは内部の高さ及び最高確保のためと考えられている。屋根は黄色であるが、この色は音量説を応用したもので、黄色は地すなわち影を意味しているとされる。入り口は公園のレベルより高く少し階段を上る必要がある。正面入り口の変額、国府記念館の字は小介石によるもの。 階段を登った後は記念館の外周に沿って回廊状となっており、正面以外の各辺からも内部へ至る入り口が設けられている。正面入り口から入ると吹き抜けになっている空間が開け、正面には孫分の8.9メートル座像が置かれている。その像を守備するための衛兵が手前左右に立っており、衛兵交代式は前辞令墳に行われている。 この広間の左右には展覧室への入り口があり、左手の部屋では、孫文の障害が、右手の部屋では、史跡が展示されている。孫文座像の裏手は大街道で、こちらも3階までの吹き抜けになっており、2600人ほど収容できる規模を持っている。各所に階段があり、地下1階地上を3階までアクセスできる。地下は、資料室や自習室があり、 カルチャースクールなども開催されている。2、3回は個室になったギャラリーが複数あり、それぞれ書画などの展示に利用されている。2階東側には、孫一線博士図書館があり、蔵書は30万冊以上という。2018年、台北市政府文化局の審議を通過し、2019年5月に、直轄指定戸籍に登録された。 小渓国や離島期の中華民国総統就任時の先生がここで行われた。また、例年金曲、進む、今週進む、金馬、進むの授賞式会場となっている。台北101から見た当地の池の形が iPhone6 に似ているとインターネット上で話題になり、訪れた中国人観光客も、孫中山専用、iPhone として記念撮影するようになった。 早雲は伊丹南線国府記念館駅より徒歩3分。バス停は早雲国知知記念館単、早雲国地記念館館、早雲国地記念館、は早雲国地記念館があり、それぞれ複数系統が停車する。ありがとうございます。